話は乳製品の営業のアルバイトをしている、持田くんから聞いた話です。で、実は私も昔その、まあ、乳製品じゃないんですけどね、一軒一軒家を回っていく訪問販売みたいな、営業やったことあったんですけど、その乳製品の営業も同じような感じで、まあ、いわゆるその牛乳だったりとか、あとヨーグルトのドリンクだったりとか、そういうのを、おすすめして、こう商品の一覧を見せながら、うちで契約してくれたらこれ毎週届けますよとか、そういう感じの、おすすめをして、契約を取っていくっていう、そういう営業だったんですね。で、その持田くんが、経験した話です。で、まあ彼はその日市営住宅を回ることになっていて、まあ市営住宅ってまあそんなに、なんていうのかね、所得があんまりない、まあご家庭が住んでる、そういう住宅なんですけど、まあ A 棟から B 棟、C 棟、D 棟って順番に今日はそこは回り尽くそうって言って回ってたんですね。で、B 棟の301号室もう忘れないって言ったんですけども、そこで経験した話です。で、まあ、A 棟から順番に回ってって B 棟の、一番手前のところですね、上がってってトン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 って3階まで上がってたんですね。で、上から順番に回っていこうって言って3階の、302号室から順番に、で1号室202、201っていう風に順番に回っていこうとしたんですね。で、302号室行って断られちゃったんで、よし、301号室行こうって言って、ピンポンって押したんですね。でも、ピンポンが鳴らなかったんです。あれ、これピンポン壊れてるなって思って、よし、ちょっともう一回ノックしようって言って、トントントンって言って、すいません、ごめんくださいって声をかけた。でも、出てこないですね。あれ、留守かなと思って、念のため上の電気メーターを確認した。すると、くるくるくるってこうゆっくりゆっくり回ってる。あ、これは留守だなと。で、だいたい電気メーターが早く回ってる時っていうのは、あ、留守だなっていうのがわかるんですけど、まあゆっくり回ってるんで、あ、これは留守だなと。まあとりあえず、今午前中だからもう一回夕方とかに行こうかなと、からそういうふうに思ったんですね。で、まあとりあえずそこ通り過ぎて C 棟とか D 棟回って、であらかた全部回り終わったんで、もう一回、留守のところも家をもう一回回ろうと思って、A 棟から順番にまた留守の家をトントントンと回ってって、で、B 棟の3階までまた上がってこうしたんですね。で、トン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 って上がってって、2階から3階に上がるところの階段で、トントントンって言ってる時に、ふってこう見上げたら、ちょうど目の前にある301号室のところのドアが少しだけ開いてるんですね。で、中は暗くてよく見えないんだけど、とにかく空いている。あれ、これもしかしたら帰ってきてるなっていうふうに思って、あっと思ってタタって駆け上がったところでバタンってドアが閉まったんですね。で、あ、ちょうど閉まっちゃったなーって、ちょっと申し訳ないけどもう一回ちょっとドンドンってやって、ノックしようって言って、ドンドンって、すいません、ごめんくださいって言って声をかけた。でも出ないんですよね。あれと思って、おかしいな、絶対いるはずなんだけどなって言って、もう一回どんどん、すいません、ごめんくださいって言った直後にギーって言ってドアがゆっくり開いたんですね。でもちょっとしか開かなかった。あれと思ってこう覗き込みながら、ごめんくださいって言ったら、ちょっとだけ肩でこう押し開ける形で、子供、赤ちゃんを抱えたお母さんがこう見たんですね。で、あ、お母さんかと思って、あ、ごめんください、ちょっと今一軒一軒回ってるんですけど、何々乳業のものですけどっていう風に話をして、いつもの営業トークに入ったんですね。で、持田くんはこう商品一覧を見せながら、で、お母さんもちょっと赤ちゃんをこう抱いた状態でちょっとだけ商品一覧をこうやって見ながら黙って話を聞いてる。で、まあ、最近の方とかもね、あんまりその乳製品とか取られない方が多いんで、健康のこと気にされて、結構ここの市営住宅の方でも取ってる方いるんですよっていうような話をしてたんですね。で、契約でなんかいくらいくらでこうなんですよっていう話をして、もしよろしかったら契約しませんかっていう話をした。したら、ずーっと
と黙って商品一覧をそのお母さんこうやってずーっと黙って見てたんですね。で、なんか全然感触ないなって思ったんで、まあこれは断れてもしょうがないなっていうふうに持田君は思ったそうです。けどそのお母さんがしばらく待ってると、ごめんなさい、ちょっと検討したいんで、よろしかったらまた後日改めて伺ってもらっていいですか？っていうふうに抑揚のない感じの声で言ったんですね。で、えっ？と思って、別に大丈夫ですよ。ああ、じゃあよかったらまた明日にでも回りますんで、じゃあ今日は失礼いたします。よろしくご検討ください。っていうふうに、持田君はその家を去った。で、パタン。で、またドアが閉まった。なんか不思議な感じだな。普通だったら、こう、すっと契約が取れるか、もしくは、すぐ断られてしまうか。あんなに感触がない感じなのに、もう一回検討したいから来てくれなんて、めったに言われないんで、不思議だなーっていうふうに思ったんですね。それで、まあ、とりあえずその日は、それっきりだったんですけど、また翌日、まだ近場もあったんで、もう一回そこの家寄ろうと思って、マッパってやってきて、市営住宅の B 棟、3階ですね。トン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 って上がってって。で、あ、301号室だなって言って、ドンドンドンって。ごめんください。昨日伺った〇〇乳業の者ですけど、すいませんっていう風に声をかけたんですね。でも、出ないですよ。で、もうおかしいなって言って、もう一回、トントントン、留守かなって言いながら、すいませんって言った。で、なんとはなしにふっとこう、電気のメーターを見ると、止まってるんですね。あれ？電気のメーター止まってるなと。ゆっくり回っていたら留守。でも止まっているってことは、完全に全部のブレーカーを落としているか、いないってことなんですね。その家に誰も住んでいない。おかしいなと思って、もう一回ドンドンドンって強めにノックしたところで、ガチャン、302号室、隣の1回断られた家の、おばちゃんがバッて顔出して、何あんた、ああ昨日の営業さん、そこの301号室、もう何ヶ月も前から誰もいないから、そんなうるさく声立たないで、バンっていうふうに言われたんですね。何ヶ月も前から人が入ってない。いや、おかしいな。昨日でもどう考えてもあれは赤ちゃんを抱いたお母さんが出てきたはずなのにな。そんで、後日もう一回来てくれっていうふうに言われたよな。あれ、どう考えてもこれ B 棟の301号室だよな。あれ？っていうふうに、持田君は思ったんですね。で、結局、その日、念のためもう一回回って、もう一回夕方ぐらいに見てきたんですけど、まあどう考えても人がいない感じですね。もう電気メーターも止まってる。で、ノックしても出ない。念のためもう一回バーって出てって、ベランダ側の方からスッて見たんですけど、やっぱり真っ暗なんですね。で、人が住んでいないような感じなんですね。おかしいなーって思いながら帰ったそうです。まあでもそういう経験っていうのは、私もまあそういう英雄だったんで、まああるにはあるんですけども、まあそのお母さんと赤ちゃんって一体何なんだっちょうね、本当に。で、持田君はこういうふうに言ったんですけど、まあ、今こう俺あの時回ったな時に思い返すと、赤ちゃんの抱き方って普通若いお母さんであれば、こうやって、ああ、よしよしって言いながら、すいませんって言われ、どうしたんですかって、どうなんですかっていうふうにバッて出てくる。っていうのが普通なんですけど、その、お母さん、じーっとこのまま、まるで無機物でも持ってるかのように、抱えたままこう、じーっと、商品の一覧をずーっと眺めて、最後のとこだけ、ふって顔を上げて、ごめんなさい、後日改めて来てもらっていいですか？っていうふうな言い方をしたんですね。まあ、
そんなに変わったもわけではないですけども、持田君曰く、それを今思い返すと、ああいうちょっとした些細な違和感ですらも、すごい気持ち悪く感じるなーっていうふうに言ってました。まあ、そんな話でした。